ました。今日はコジオスコデーだ。コジオスコ行きます。これからね、このアルパインウェイっていうところを33キロ、なんかすごい、やっぱり麓の町だったみたいですね。昨日泊まった、まあ今日も泊まるところは、なんかコジオスコのアプローチは絶対これなんだろうな、すごいいいな。昨日までは曇りだったんですけど、雨とか、もう最高の天気になりそうです。サニーで晴れてていいね。行ってきます。今日エントリーがあんだな、これここなのか、どこなのか分かんない。これみたいなのな、こっからだな、多分スキーリフト9時からチケットをここで買うんだ。マウンテンバイクもあるみたいだけど、もちろんリフトで行きます。35度。これ乗れよ。大丈夫。Yeah. OK. back off. Yeah, thanks man. Good work. Thank you.多分まだほとんど誰もいないだろう。1時間14キロか、14キロですね。ちょっと全然わかんないけれども、普通の方で往復6時間ということは、早く行けばもうちょっと早いのかな。今9時です。このリフトが9時からということです。コジオスコに向かってます。冬はスキー場だから、もう本当に、本当はこれ家族で全然来れると思うんですね。一応セブンサミット、あと多分普通に歩く道もあるはずです。今日は風速が20つってましたね。間違いなく子連れで行けるんです。ベビーカーも行けるっていうのある。何気に。長い。まさかここじゃないよね。バイクで来れんだ、やっぱり。やっぱバイクで本当に来れたんだ。
じゃなかったここみたいです。4つ目、セブンサミット4つ目、4つ目です。だんだん寒くなってきたんで降ります。降りることにしよう。コジョスコはそれなりに寒いんで2枚ぐらい、長袖2枚ぐらいがいいっすね、夏でも。イーグルネスト1937年から、オーストラリアハイエストレストランだ。まあまあそういうことなんだ。戻ってちょうど2時だな。あとはもうまったりホテルでします。ここは家族の山でした。3歳児でも多分大丈夫じゃないかな。今回みんなで家族で来ようか迷ってたんですけど、ちょっと航空券が高かったんでやめちゃったんですけど、来た方が良かったかも。家族で、ここがクジャスコのほとんどやってないや。ワイルドランビー、
トリップアドバイザーによると、すごい綺麗だ。5時まで2時間ゆっくりできるんだ。すごい。はあ、夏だ。ここはジンを作ってるみたい。これだ。すごい。いいとこだったな。おしゃれでした。はあ、なんか疲れた。こちらが本日の宿です。6000円から朝食付きで、オーナーさんが住んでるみたいで、9部屋あるっつってましたね。Airbnb みたいな。